和骨です、でんでんさん。さいのです。でんでんさんいらっしゃいませ。いらっしゃいです。やっぱり早くなってるニコ生アプリ、でんでんさん。ゼロ、ドラゴンクエストが好きな一人が来場しました。おお。あと、お昼に映像出ないって話あったけど、でんでんさん。ゼロ、レトロゲームが好きな一人が来場しました。2022年5月31日、日に、パソコン版ニコニコ生放送へ、音声のみで番組を視聴できる機能が追加されました。でんでんさん、これのせいじゃない、でんでんさん。ロエゼロ、ゲームが好きな一人が来場しました。そんな機能がわらわら。そのいやらしい手つき、はっ！おでんの汁を捨てるなんてとんでもないですな！放送してた？お、ちゃんと覚えてんだな。元には戻ってないけど、でも気持ちが落ち着いたんですね。よかった。エミリー、かわいそうに。こんなにディマイト純度が高くなるほど悩んでたなんて。お、人間、どうしたの急に。人間さんも迷惑かけちゃったね。ちょっと何？いきなり抱きしめたりしてもエミリーは他の子みたいに落ちないからね。
人間さん、すごく心配してたんですね。うん、もうね、無理だった。いい子じゃいられないの。我慢なんてできないの。大人になんてなれないの。我慢しなくていい？そのままで？エミリーはそれでいいの？そうね、人間さんの言う通り、エミリーは自分をそれ以上傷つけなくていいの。他人もな。いや、他人だと思ってるのは自分の影だったりするしさ、傷つくのは結局お前なんだってな、エミリー。うん、そうだね、人間さん。婚約者のことは事実だから伝える。でもその先は先生が自分の幸せを選ぶだけってことだよね。婚約者って私だよね。あれでしょ？結婚の話でしょ？あれは形だけだってば。こんなヤンデレが出てくるって知ってたら仕事引き受けなかったのに。え、仕事？仕事？リマイトはヤンデレ、間違いない。デンデンさん、恋する乙女の力だよ。絶対騙されないよ。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。ご依頼ありがとうございました。おい、仕事ってなんだ？だから私は知らないおじさんと結婚するって設定にしろって言われてお芝居してただけで。お芝居？じゃあ先生は全て仕込みだ。わあ、ジャコバお姉ちゃん、どこ行ってたんですか？エミリーちゃんがピンチで大変だったんですよ。みんなで抑え込むの苦労したんだよ。だからその騒ぎの裏側を調べさせた。どういうこと姉さん？仕込みですって？招待状の住所、この女がいた家は最近借りられたものだった。確かに名義はエミリーの先生だが、本人は目撃されていない。ってことは偽物かも。だろうな。実際の手続きはそのスズメとかいう女がやっていた。そして保証人の欄に、チェックメイトってところかしらね。ウィラ、シャボーンも来ます。恋する乙女の力だよ。絶対騙されないよ。この傭兵に一分の隙もない。なおときめきよ。広告ご依頼ありがとうございました。あなたは十分に仕事をしたわ。ここに50万あるから持っていきなさい。楽な仕事だって聞いてたのに。
なもの世の中にないことが分かってよかったわね。ついでに彼氏はあなたを置いてあっという間に逃げたみたいだし。え？あ、嘘。どこ行ったの？割と早くからいなかったよ。エミリーが黒っぽくなったくらいですごいダッシュしてた。彼のギャンブルで作った借金返済のための仕事なの。わかりやすすぎて脚本にもならないわ。あらあら、大抵彼のためにって行動するとろくな目に遭わない。主にお金に関してのことは、報告ありがとうございます。なんだかかわいそうです。やっぱり私のために全力で愛してくれる人なんていないのね。私、愛されたいだけなのに。おいおい、うちの妹を泣かせてはいさよならってんなわけあると思ってねえよな。え？やめようカルラ、この子は悪くないよ。なんだか親近感湧いちゃうし、すごくわかるもん。愛されたいよね。許してあげるなんて本当にエミリーは天使ね。トカゲの尻尾など興味はない。私が気に入らないのはお前だ。ここでグリム家と真っ向から戦うというのもなかなか盛り上がる。何が狙いだ？盛り上げたいだけよ。エミリーの秘伝みたいな何かをね。招待状の式場を調べさせた。指定の日時は全く関係ないカップルの挙式予定が入っていた。だからフェイクってことだな。簡単に露見する。お前にしては随分雑な筋書きだ。重視すべき場合もあるのよ。さあやり合うのでしょ。武器を持ちなさい。恋する乙女の力だよ。絶対騙されないよ。この傭兵に一分の隙もない。もうなおときめきよ。ご依頼ありがとうございました。さすがはクリーム。といったところでしょうか。いつ戦った？なんで戦いたがるんだよ。落とし前はつけてもらうけど、もういいだろうがよ。アリバイ作り？見事なナレシ、デンデンさん。これはあなた一人の計画なの？そんなことよりエミリー、
今の気持ちを聞かせてほしいわ。でないと作品が完結できないもの。筋書きの話をするなら、ヴィラ、こうなることまでヴィラの筋書き通りなんじゃないの？こうしてバレて、みんなと戦って。どうしてこんなこと考えたの？エミリーを傷つけたかったの？マンネリは作家の悩みなのよ。何の話？私たちがお互いに恋愛話を楽しんでいた頃から、エミリーの心にはずっとあの先生がいたじゃない。ずっと悩んで恋心を断ち切れなくて。いつまでやってるの？マンネリなのよ、そんな展開は。それを捨てて新展開が必要だったの。ヴィラ、それってエミリーのこと？さあ、私はディマイトの象徴よ。早く打倒しなさい。それが運命の約束なのよ。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。ご依頼ありがとうございました。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。ご依頼ありがとうございました。ゼロ、ゲームが好きな一人が来場しました。あなたの声を聞かせて。恋する乙女の力だよ。
騙されないよ。関係ない、私の実力だ。これで義理は果たしたわね。わっこ、シーエスさん。そろそろ失礼させてもらうわ。シーエスさん、いらっしゃいませ。なんかすっきりしねえけど、これ以上お前殴ってもしょうがないしな。義理って誰への義理よ。それはご想像。好きなくらいだからと思って、わざわざこの姿にまでなって誘惑したっていうのに、まるで無反応だったわよ。え、まさか先生のこと。それで縮んでたのかよ、アホだろお前。報告ありがとうございます。それをどうするかはエミリー次第。私も知らないエピローグってところね。お、消えた。まあ今回はこのくらいで見逃してあげましょう。それよりそのメモどうすんだ。どうしよっか、人間さん。取っておけばいいって。そしたら多分エミリー行っちゃうよ。こんなの持ったまま我慢なんてできないもん。先生に会いに行っちゃうけど、それでもいいの。エミリーの判断でいいんだ。うん、わかった。これって人間さんに行くなって言われたかったのかな。女心は面倒くさいですにゃ、デンデンさん。あんなこと言って人間さんのことを。の？なんか変な空気が流れた気がするぞ。さ、それじゃパーティーにしましょうかね、エミリー。終了まであと5分なので。どうしてパーティーなんですか。30分延長しました。だって結婚式なくなっちゃったんでしょ。せっかくドレスも仕立てたのにもったいないじゃない。他人の結婚式のためにドレス新調したの？他
金持ちすぎて震える。うん、そうだね。いっぱい食べて飲んで楽しんじゃおね、みんな。わーい、パーティー楽しみです。うんうん、じゃあ帰るぞ。私はもう疲れた。あなたの指示には従ったはずだけど、何か不満があるのかしら。言われてないことはやらないし、現場で判断するのは当たり前でしょ。エミリーへの情それはあなたの勝手な妄想でしょ。あなたも作家なんだし、想像力が豊かなのは大いに結構だけど、私のやり方にまで口出しするなら、事前にきちんと具体的にって。こっちだって体を張ってるんだから。マスター、おかわり。イベントにまで誰かが裏で。もしもし、ほら聞こえたでしょ。この私がホットミルクよ。この見た目のおかげでね。これでも体を張ってないっていうの？じゃあそろそろ切るわ。私も忙しいのよ。この後給油が開くパーティーにも参加するし、アポなしサプライズだけど、巡り合わせがあるならまた会うこともあるでしょう。じゃあね。ベローだったのか。
依頼ありがとうございました。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。バレンタインの邪魔をしないで。ご依頼ありがとうございました。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。前へ進むんだっぺ。バレンタインの邪魔をしないで。アルターパワー。豪な末路ですね。天下に導く計略だよ。よっせー。ご依頼ありがとうございました。
する乙女の力だよ。絶対騙されないよ。天罰なんて身に受けないだろ。とし月は逆さまにはならない。ご依頼ありがとうございました。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。前へ進むんだって。バレンタインの邪魔をしないで。アルターパワー。豪な末路ですね。天下に導く計略だよ。気をつけ。グッドストーム。気をつけ。力だよ。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。絶対騙されないよ。急がずに。バレンタインの邪魔をしないで。アルターパワー。天下に導く計略だよ。豪な末路ですね。前へ進むんだって。グッドストーム。ご依頼ありがとうございました。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。バレンタインの邪魔をしないで。ご依頼ありがとうございました。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。前へ進むんだって。天罰なんて信じないんだって。バレンタインの邪魔をしないで。アルタ
な末路ですね。天から導く計略だよ。おせっかい全開、グッドスタール、アルターパワー。天から導く計略だよ。恋する乙女の力だよ。今もなおときめきよ。ご依頼ありがとうございました。音声のみモードはサムネおまけしめしになるのか。デンデンさん、乙女の力だよ。絶対騙されないよ。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。ご依頼ありがとうございました。一杯やりながら行きましょう。水着です、デンデンさん。のきゃ、
する乙女の力だよ。絶対騙されないよ。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。自分の隙もない。今もなおときめきよ。乙女の力だよ。絶対騙されないよ。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。自分の隙もない。今もなおときめきよ。今もなおときめきよ。
ました。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。終了まであと5分なので30分延長しました。恋する乙女の力だよ。絶対騙されないよ。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。この傭兵に一分の隙もない。
もなおときめきよ。この傭兵に一分の隙もない。今もなおときめきよ。ちょっと離席しますね。
戻りました、ショボーン。Thank you.
見事に交換 P までビッグスルーしまくりでしたね。洗ってうがいしてからだよ。ねえ、ここに新しくピアス開けたの見て。
ゼロ、猫が好きな一人が来場しました。この辺りで終わりますね。来場者数13名様、コメントご視聴ありがとうございました。来てくださってありがとうございました。お疲れ様です。